皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もバリューメーカー楽しくやっていきたいと思います。最初のコースはこちら、かかしがクールさんのために真心込めて作ったコース、真心の間が悪魔の間になっています。実況者のかかしさんという方が送っていただいたコースですね。私への挑戦状ですね。受けて立ちましょう。ただ今のところクリア率は 0%。 さてどんなコースなんでしょうか。楽しみですね。真心ね。よし、おお来た。これ絶対罠だ。ほら来た。お約束は大事です。いやこれはでもね、罠だと分かってもお約束はお約束で入らない。くぐれるのかな。あ、孔明さん発見。でもこれやられる。あー、取れるか。あー取れない。でもこれは使えるな。他のところにもあるのかな。スタートからなかなか大変そうですね。ジャンプしてくれ。抜けた。よし。で、これもお約束。はい。なるほど。孔明さんたっぷり系ステージっていうことなんでしょうかね。そうと分かってしまえば別にクリアできるわけではないんですが。怖え。もう一回飛べ。これは無理。これは避けられない。真心を感じるですね。クッパ飛べ。いやそれ無理。いやこれもう何もできずにやられますから、今のパターンは。はい、飛んでくださいよ。なるほどね。モフモフですね。あのパタパタ羽ばたくときじゃないと厳しいですね。おお、だからそれは無理。それはやめよう。クッパさん日頃の行いが悪いから。やばい、何にもできずにここで終わる可能性があります。はい、これでどうだ。オッケー。でなんだっけ、コウメさんもう一個あるんでしょ。ほら、あ、クッパがついてくる。入っていいのかな。この右側も怪しいですよ。クッパここまで来るのかよ。はい、中間ポイントあるけど、あれどうやって取るんだろう。気合いです。1、2。あ、失敗した。お、孔明さんあれが出れば取れるか。1、2の3。あ、孔明ステージなの忘れてたですね。うっそー。了解。でも孔明さんで登って中間が取れるっていうのは分かった。中間あるってことは今の土管で正解ですよね。2、3。あ、取れないか。取れそうな気もするけどね、あれでね。この先にももしかしてあるんじゃないの。孔明さんコースっぽいですからね。ここは慎重に行くですよ。おらった。よし、あれもう一個あるわけじゃないのか。もうね、ビビリプレイのクールの代名詞通り全部調べていきますよ。ほら来たー。やった。あの青ドクロは何。あっちが罠、こっちが罠。これはだって、あ、上に通路がある。いやでもこれ あからさますぎない。行くよ。いいの入るよ。はい、お邪魔します。ゴール。あ、これやばいやつだ。これは完全にやられたですね。畜生め。中間取ってるけど400秒は待てない。あ、出ちゃった。スタートからやり直すでよかったのに。さて遊ぶ。さて、かかしがクールさんのために真心込めて作ったコース。さて、初見ですが、うわー、クッパだ、怖いよ。うわー、これ何もできずにやられる。恐ろしいステージですね。え、どうすると。よし、この辺からのジャンプならいける。よし、はい、お邪魔します。で、ちょっとやっぱり厳しいかな、3段ジャンプであれ取るのは。取れる気もするけどね。ということは、この辺に孔明があった。危ねえ。
左側にも行けないか。左は何もなさそう。どこだっけ、次の孔明さんがあったの。青どく、あ、ここだ、ここだ。ほい、ほい。で、これで落ちる。落ちるよ。うおー、怖え。え、ちょっと待った、ちょっと待った。なんとか生き延びたでちね。でも、これからどうするつもりですか。こうか、これでいいのか。はい、はい、ほい、ほい、三度。この下が知りたい。孔明さんはない。どっちだろう。思い切って右に行っちゃうべきか。ここなんもないよね。たまたま出てきたやつだよね。下の方で何か音がしてるですね。下で何が起きてる。クッパジュニア、バネ、バネ、バネを何に使えた。とりあえずこのクッパジュニア邪魔だから倒してっちゃおう。やべ、やめて。あと1回。クッパの炎も来てるし、後々邪魔になりそうなんでね。時間かかるけど。はい。また回り始めた。やべやべやべ、これやばい。どっかになんかない？それっぽいところ。ていうかこれ超えらんないでしょ、こんなの。普通に。マジ？マジマジ。やっぱり上かな。いや、だって絶対無理でしょ、これ。でも、こっからまた戻れる自信がねえな。どうすんの、これ。とりあえず、右側に何かがあるのかだけでも見たい。これどうするんだ。孔明さんがあるべきかね。中間からのこれを出しておいて。あ、やばい。忘れてた。やられた。どんまいでち。かかしさんの真心は孔明さんらしいです。ありがとうございます。心を込めて作っていただきまして。涙が出そうなぐらい嬉しいですよ。はい。で、あ、失敗した。やっぱり上か。上なのかな。僕も見に行ってみるですか。いや、あのハンマーブラス抜けられないですよね。あれ、何もない。何もありませんね。じゃあマジであのハンマーブラス地帯を抜けろと。これ戻っ、こっちのエリアが罠。ここ右飛び。ほっ、ああこれはあれだ、入り口すぐのところにあった扉のところですね。でもな、何かありそうなところなんて別にないんですよね。ファイヤーがあったでしょ。でもファイヤー取ったら戻ってこられない。本当に何もなさそう。これは参ったな。さて、しょうがない。こっち行くしかないけど。ちょっと待って。それは無理だって、カカシモン。助けて、カカシモン。これでどうだ。はい。無理だって、無理だって。バネ、あれ今ここら辺にありましたっけ。上になんかある。そういうわけでもないの。ちょっとずらしちゃったかな、位置。絶対無理だよこれ。無理無理。かしかした。やっぱり上か。だって絶対無理でしょ、あのハンマーブロス。さ
で、そろそろあの決め台詞言いたい。オッケー、わかりました。やっぱりポイントはバネで聞か。オッケー、わかりましたはフラグです。はい、ここか。あ、ちょっと待った。あったけどあれ取れねえよ。あれを取る。これでいい？これでいい？これでいい？家のうちに全力ダッシュで。やばいやばい、時間なさそう。これ本当に入っていいのかな。他に何かあったかな。でもこれ戻るの怖いから入るしかないか。あれ、ゴールあるできよ。絶対孔明さんある。ほら来た。もうない？もうない？信じるよ。信じるよ。あーよかった。よかった。これ最後の孔明さん引っかかっといた方がよかったですかね。いやでもね、もう一回抜けてくるの結構厳しいですから。はい、カカシがクールさんのために真心作って、何を言ってるんだ私は。カカシがクールさんのために真心を込めて作ったコース一番乗りです。ありがとうございました。ありがとうございました。挑戦状他の方も大歓迎でございます。簡単なコースをお願いします。じゃあ挑戦状じゃないだろうってね。8分かかっちゃいましたか。よし、カカさんにまたなんか挑戦状送ってやろう。はい、お待たせいたしました。それでは今日はもう1コース最後にやっていこうと思います。川島教授が体を鍛えるアスレチックコースということで、イベントコースが新しく追加されていたのでこちらをやっていきます。この人あれですよね、 DS でおなじみ大人の脳トレの方でしょうかね。パクチーが苦手なようです。さてさて、川島教授が体を鍛えるアスレチックコース、どんなコースになっているんでしょう。っていうかアミーボがどんな感じなんでしょうか。ああ、孔明さんね。また孔明さんか。もう孔明さんいいですよ。キモ。何これ、超キモ。うわ、モアイみたい。なんだっけ、ゲームボーイのマリオランドでしたっけ。あんなのでモアイがいましたよね、どっかのステージで。3面か4面か、そんな感じ。わ、これはやばい。キモい、キモいけどね、使い方によっては面白いかもしれない。なんか美味しそうでち。いや、でもやっぱりキモい。なんでこんなの。任天堂さん、やりますね。確かに。こんなのって言ったら悪いけど、こんなの入れるぐらいだったら、霊夢とかマリサを入れてくださいよ。あ、入れない。ねえ、霊夢とかマリサとか入れてもらった方がよっぽど需要あるような気もするけど。最近全然出番ないのよ。まあ、半券の感じで。これどう表現すればいいんでしょうか。ムキムキマッチョマンになっちゃいましたよ先生。筋肉もりもり嫌いだ。で、はいはいはい、これ上いけるの。ちょっといけない気もする。あ、今のはミスだな。というかあの顔、ジャンプのタイミングが分かりにくいんですけど。よいしょ、ほっ、これでいいの？はい、上に行きますよ。で、こっち？はい。もう十分ムキムキマッチョマンになっちゃいましたよ、先生。もっと体を鍛える鬼トレーニング。これ多分みんなやりますよね。くだらねえ。くだらねえけど面白い。あ、やばい、戻っちゃった。先生、頭の中が鍛えられていません。なにこれ、釣りは？はいはいはい、懸垂かなんかしてるんですかね。はい、する。これは何、これはこう
か。ぶら下がってる、ぶら下がってる。先生、キモい。ぶら下がり健康法。まだやってる人がいたんですね、先生。というわけで、アイゴール。はい。継続は力なり、毎日続けることが大切ですと先生はおっしゃっていました。イベントコース、川島教授が体を鍛えるアスレチックコース。はい。というわけでアミーボゲットさせていただきました。使い方によってはこれかなり面白いですね。というわけで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画もぜひご覧になってください。次回はあなたのコースにくるくるくる。またよろしくできよう。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うく主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。